ラチちゃん、ラチちゃん、ラチちゃん、あなたラチちゃんじゃないね、あなたモカくんだね、あなたモカくんとカフェくんだね。ねえ、ほら。ということで、どうも、紅茶です。今日はね、バレンタインということでね、バレンタインですよね。今日は皆さん、バレンタインですよね。バレンタインということでね、今日はね、モルちゃんにバレンタインデーのプレゼントをね、あげようと考えておりましてね、チャームさんでお買い物しておきました。で、去年はですね、モルモットのバレンタインセットっていうものを買って、モルちゃんのバレンタインセット開封。かわいい。じゃん。今回の梱包なんですが、こんな感じのセットとなっております。モルモットのバレンタインセットを買って、あのラテちゃんの後ろにあるやつですね。あの寝袋といろいろおやつのセットを購入したんですけど、今回もね、全く同じものだったかな、全く同じものがセットとして売られてたんで、寝袋が被るのはちょっと微妙だなと思いまして、今回はバレンタインセットではなくね、単品で2種類ね購入してみました。それがこちらになります。ラテちゃんがくつろぎすぎてて面白いんだけど今日ねタオルをあげたらあれですよ。あ、てか後ろにココアおったんやな。ラテちゃんいいの、そこがタオルの上がいいの。まず1個目、じゃーん、小動物のロールケーキハウス赤ドットというものをね購入してみました。これもね確かチャームさんの手作りだったと思います。で、これはですね、ハリネズミのバレンタインセットにね、入ってるものだったんで、ハリネズミとモルモットだと、だいぶね、生態の違いがあって、モルちゃんが食べれないものとかもあるんで、こちら単品で購入してみました。ラテちゃんがね、見てますね。おやつか？この音は、おやつか？って。こちらのね、お家はね、2500円でした。ハンドメイドで2500円でチャームだったらね、もう買いです。じゃあ早速ね開けてみますかね。ミルちゃん来たの。ガサガサしてたら来たの。ハサミがないと開かないタイプだ。見た。言ってた。発射ミッション。発射ミッション。いいね。赤ドット。紅茶ママはね、これを見た瞬間、ミッキーマウスって言ってましたね。うん。ミニーじゃねえか。ラティちゃん降りておいで。お家あるよ。このね、チャームのハンドメイドの技術が年々上がっていくのを見てるのがね、面白い。ほら見て、このいちごちゃん。かわいいね。シュークリームも乗ってるし。で、クリスマスのやつはね、これ。もう血もだらけ。みんなこの上に乗るから血もだらけになっちゃう。これもね、みんなのお気に入りになっております。中はね、とってもあったかそうです。ここになんかね、敷いて取れるのがあったら、来年はぜひ、ここになんか四角い敷物を入れて洗えるようにしてくれると最高です、ハリネズミってこういうの入るんだ。そういえばね、知り合いがね、ハリネズミ飼い始めてました。私一回ハリネズミカフェに行ったんですけど、ハリネズミ好きなんですよ、好きだったんですけど、ハリネズミカフェに行ってハリネズミ触ったらね、あいつら刺そうとしてくるんですよね、針を。めちゃくちゃ怖かったし、何回かいてってなった。あのハリネズミカフェに行ってみて、あ、ちょっとハリネズミ飼うの難しいかもって思いましたね。ツイッターとかだとよくひっくり返ってね、こうひっくり返って手に持ってる動画とか、なんかお風呂に入ってる動画とかよく見るんですけど、あれはね、多分一部のハリさんだけなんじゃないかなって思いますね。
でこちらを購入したのと、でもう一個がこちらになります。旬野菜おまかせミックスサラダ 300g、 こちらがなんと588円。安くない？安くない？こんなに入って588円は安いと思うんだよね。入ってるものがリンゴ、小松菜、人参の葉、タンポポの葉、パパイヤの葉らしいです。まあいいラインナップかな。タンポポの葉もね、利尿作用があって尿結石にいいって言いますし、パパイヤもね、確か尿結石に良かったかな。リンゴなんかはね、人間も食べてれば病気知らずって言いますし、小松菜はカルシウム、人参の葉はわからない。を購入してみました。みんな食べるかい？ちょっと食べよっか。ラテちゃん超眠そうだな。ミルシャ、ミルシャ、ミルシャ食べるかね、食べるかね、ミルシャ。男の子たちはみんな待ってるけどね。女の子たちはお眠モードですね。そういえばですね、ここだけの話、ペットショップに10月から売れ残ってるモルちゃんがねいるんですよ。どうする？みんなどうする？私はどうすればいいと思う？女の子でした。ちなみにどうする？どうした方がいい？いや、私はね、なんか3月になったら買ってきちゃおうかなって悩んでます。女の子だし、ラテちゃんとモカくんを買ったショップでもあるんですけど、さあ行くよ、せーの、オープン。お、すごい。あー、なるほどね、割れリンゴですね。割れリンゴと、すごい、あ、これいいね、これ好きでしょ。すごいわ、結構細かいわ。みんな、わ、いいね、いい匂いがする、いい匂いがします。ミルシャ食べる？ミルシャ、私の膝の上に来てくれる？おいで、ミルシャ。これが紅茶さんの太ももだ。ミルちゃん、これ何？おいで、ミルちゃん、ほら来て、お、来た来た来た、おいで、ほらほら、あ、なにこれ、なにこれ、はい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 、ぴょんぴょんして、ぴょんは、ほら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 、おいしいおいしいおいしい、絶対においしい、ぴょんして、ぴょん吉、ミルシャ、ミルシャ。音で釣る作戦である。来ないやないかい。カメラ回してるとき来ないよね。なんでだろうね。ミルシャ、おいで、ほらほらほら、ぴょんこぴょんこしがしゃい、ぴょんこ、なにこれ、ほら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 、おいでおいで、もうちょっとなのにね。おいで、ほら来ちゃうよ、みんな、ほら、ココタンも来たよ、おいで、ほら、うちジーパンだから嫌なのかな。ほら来たね、あー、かわいいね。朝掃除して必ずビタミン C サプリをあげるんですけど、この朝の楽しさ、はい。めっちゃ嫌がられた。めっちゃ嫌がられ、ほらおいで、踏ん張れないか、ローリングだと。もうちょっと前かな、はい、おいでおいで。なんで来ないのよ。Do you Valentine's Day Do you。早く来なさいよ。ほら、そこまで来てなんで来ないのよ。一番最初に来た人がいっぱいもらえる。あ、来た、ラテちゃん、車掌がラテちゃんです。おいしいね、やっと来たね。おいしい、食べ放題、うん、どうぞ。ケツを見せていくスタイルだね。おいしいね、ラテちゃんの尻のでかさ。いつも太りすぎって言われるけど、痛い痛い痛い、いつも太りすぎって言われるけど、痛い痛い痛い、ねえ、ちょっとねえ、ささくれ引っ張ってきた、ここた、ささくれ食うか、
うわー怖い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 、ささくれを食うモルモット、怖い。大変ミルシャンが潰してる。早速チャームさんの、チャームさん痛い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 、なんで指引っ張るの痛いね、痛いな。ご飯かと間違えて指を食うな。爪がね黒かったりするのはインクの交換をしてたらね、飛び散りました。どうです、この食いつき、誰かこれには入ってくれないのか。あー怖いね、びっくりしたね、動いたね。ねえ、私の指やそれ、私の指を食べてゆく。ほら、なてちゃんはねリンゴが好きじゃないんですよね、あんまり。こちらのお野菜パリパリミックスね、588円です。いかがでしょうか、ぜひ皆さんチャームさんで購入してみてください。おいしいね、もっとちょうだいって、ココタンがもっとちょうだいって。私この動画は多分5分ぐらいになるんじゃないかなって思ったんですけど、何分になってますかね。久々に短い動画になっちゃうんじゃないかなって思ってるんですけど。はい、こちらが男の子ちゃんハウスです。カフェくん、お腹減ったの、お腹減ったの、分かった分かった。ムカくん、ほらバレンタインプレゼント逃げてったお、ここサイズちょうどいい、ポイ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 、はい、お、すごいぴったりだよ、ぴったり、よくない、どう入るかな。メスのモルちゃんの匂いがついてるんでしょうね。モカくん食べるかね。はいどうぞ、はい、はいはい、はい食べる、おいしい。潰してるよはい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのロールケーキはね売ってますので、単品でもいいなって思った人、購入してみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラムもやっております。バイバイ。入ってった。入ってった。入ってった。かわいい。どうカフェくん、寝心地は。お、狭いのか、一人用だね、完全に。いい、お、狭い。うん、いい感じ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。